はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。人民元のテクニカル分析を3分で解説します。10月5日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足ボリンジャーバンド一目金公表トレンドは出ておりません。ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、週足ベース、上値の重い展開と考えております。冷しです、ボリンジャーバンド一目金公表トレンドレス状態。ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、冷しベースは下目線と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はいこちら週足、えー、ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21周、移動平均線直近では真横を向いております、ローソカ社といいますと、21周移動平均線下抜けトライ中ということで、週足ボリンジャーバンド、トレンドレス状態ということです。はいそんな中、週足ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯、さらに赤いラインの %D ライン、鋭角に下落をしております、現在、強い売りシグナルが点灯中ということです。 はい、週足一目均衡表です。ロソクは食務の位置関係からあまりトレンドが出てないのかなという感じがしております。現在、レジスタンスラインの転換線下抜けと来中。はい、こちら終わりのベース線抜け切ったら、さらに売りに勢いがつくのかなという感じがしております。 はい、こちら、週、えー、っと、冷やしのボリンジャーバンド、冷やしのボリンジャーバンド、センターライン真横を向いております。21日移動平均線、真横を向いております。ローソクー車といいますと、マイナス2シグマラインとマイナスシグマラインのレベル、間を推移ということで、冷やしのボリンジャーバンド、下えー、っと、トレンドレース状態ということです。はい、そんな中、えー、っと、ストーキャスティックス、えー、っと、冷やしのストーキャスティックスは、売りシグナルが点灯しております。 はい、こちら冷やしの一目金衡表です。はい、こちらもローソク足と雲の位置関係からトレンドレス状態でローソク足の上には。 まあ、レジスタンスラインとして転換線、基準線が位置しておりまして、ロウソク足の下にはサポートラインとして、雲の上限、雲の下限が位置しております。雲もかなり薄い状態ということで、上にも下にも抵抗体がずらっと並んでいる状態。なかなかちょっとチャート形状的に動きようがないのかなという感じがしております。はい、それでは本、えっ、ー、と、10月5日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。 冷やし一目金庫表、雲の上限レベル、このレベルですね、19円の92レベル、19円の92レベルと考えております。続きまして、レジスタンスラインです。冷やし一目金庫表、基準線レベル、こちら20、20.30レベル、20.30レベルと考えております。 はい、それでは10月5日までの予想レンジ19.92レベルから20.30レベルということです。ポイント、売りシグナル点灯、上値重しということで、はい、週足、日冷やしのボリンジャーバンド一目金公表、トレンドは出ておりませんが、週足、日冷やしのストキャスティックス、強い売りシグナルが点灯しております。はい、そういうことで、 10月5日までの人民元,の、えー、人民元円の、まあ、見通しなんですけども、上値の重い展開と考えております。本日は以上となります。